なんだ、ランサーのエボリューションかな、ランエボかなんか、そんな感じに見えるけどね。ほとんどもうレーシング仕様みたいな。カーナンバー1番。まあ、車高の、まあ、車高もやっぱ下げてあるか、リアは結構低いもんな。フロントはそんな低くはないんだけどな。まあ、レースするんだとやっぱこれぐらいじゃないと走れんのかもしれんね。うん。私はね、ラリーマシンレプリカみたいな、そんな感じかな。ラリーマシンレプリカ。三菱モーター。カーナンバー1番。タイヤサイズ255の40の ZR17、ちょっと引っ張り感も何もないのがちょっと残念だけどね。まあまあ、まあ、レースならまあこういう感じか。内装はブリットの、まあ、フル化けか、ブリットのフル化けに、助手席もまあノーマルでもこういった感じのなんか顔割りのシートなんだね。4点ベルト、シフトノブもちょっとアルミのね削り出しみたいな感じで、ステアリングも中に変わってるね。でサイドの、まあ、デカールがこれかな。この車の面はここかもしれんけどね。この部分かもしれん。まあ、こういった感じね。ホイールにもこういうのね。こういう細かいとこね。なんかバロンのステッカーね。後ろから見たらこれは何のこれ、ランサーか。ランサーエボリューション。まあ、もう後ろの、まあ、これデカールね。で、ナンバーのとこもこういう。マフラーがめちゃくちゃ太いね。社外マフラーだな、どう考えても。チタンの焼け具合がすごいいいよ。チタンの焼け具合がすごい。で、こういった感じで。まあ、そこそこローダウンしてる感じで。まあ、これドライバーの名前か。ドライバーの名前。これサイドのデカールね。おそらくこの車のメインはサイドだな。まあ、内装も結構すごいけどな。当時感ありの追加メーターもいっぱいで。ステアリングも独特な感じね。でブリッドのバケット、おそらくラブライブ同好会、このラブライブ同好会のこランサーエボリューションのメインはここだな。ここでランサーのエボリューションでした。